やった、よかった、これで。ああ、一安心のようだ。それにしても最後のあれ何だったのか。そういえば何かに包まれたような。ああ、僕も含めた全員が淡い光に包まれていたな。何だと。うん、気のせいか、皆の動きが手に取るように見えた気がしたが。多分気のせいじゃないと思う。ああ、もしかしたらさっきのような力が。そう、アークスの進化ってわけね。あ、いやー、やっぱり最後は友情とチームワークの勝利よね。うん、お姉さん感動しちゃったわ。これにて入学式の特別オリエンテーリングは全て終了なんだけど。何よ君たち、もっと喜んでもいいんじゃない。喜べるわけないでしょう。正直疑問と不信感しか湧いてこないんですが。あら、単刀直入に問おう。特化クラス7組、一体何を目的としているんだ。身分や出身に関係ないというのは確かに分かりましたけど、なぜ我らが選ばれたのか結局のところ疑問ではあるな。うん、そうね。君たちが7組に選ばれたのはいろいろな理由があるんだけど、一番わかりやすい理由はそのアークスにあるわ。この戦術オーブメントにエプスタイン財団とラインフォルト社が共同開発した最新鋭の戦術オーブメント、さまざまなアーツが使えたり通信機能を持っていたりと多彩な機能を秘めているけど、その進化は戦術リンク、先ほど君たちが体験した現象にある。戦術リンク、さっきみんながそれぞれつながっていたような。ええ、例えば戦場においてそれがもたらす恩恵は絶大よ。どんな状況下でもお互いの行動を把握できて、仮にそんな部隊が存在すればまさに戦場における革命と言ってもいいわね。うん、確かに理想的かも。でも現時点でアークスは個人的な適性に差があってね、新入生の中で君たちは特に高い適性を示したのよ。それが身分や出身に関わらずに君たちが選ばれた理由でもあるわ。なるほど。さて、約束通り文句の方を受け付けてあげる。トールズ士官学院はこのアークスの適合者として、でもやる気のないものや気の進まないものに参加させるほど予算的な余裕があるわけじゃないわ。それと本来所属するクラスよりもハードなカリキュラムになるはずよ。それを覚悟してもらった上で7組に参加するかどうか。ああ、ちなみに辞退したら本来所属するはずだったクラスに行ってもらうことになるわ。貴族出身なら1組か2組、それ以外なら3から5組になるわね。今だったらまだ初日だし、そのまま溶け込めると思うわよ。リーン・シュバルツァ、参加させてもらいます。え、リーン、一番乗りは君か。何か事情があるみたいね。いえ、わがままを言って行かせてもらった学院です。自分を高められるのであればどんなクラスでも構いません。うん、なるほど。そういうことならば、もとより修行中の身、こたびのような試練は望むところだ。俺も同じく異教の地から訪れた以上、やりがいがある道を選びたい。新入生最強の使い手にノッポの留学生くんも参加と。さ、私も参加させてください。奨学金をいただいている身分ですし、少しでも協力させていただければ。これも縁だと思うし、みんなとはうまくやっていけそうな気がするから。魔道場のテスト要員も参加と。アークスと同じくまだテスト段階の技術だから
運用レポート期待してるわよ。了解しました。謝っちゃったかな。私も参加します。あら意外ね。てっきりあなたは反発して辞退するかと思ったんだけど。確かにテスト段階のアークスが使われているのは個人的には気になりますけど、この程度で腹を立てていたらキリがありませんから。それもそっか。これで6名。 B、 あんたはどうするの？別にどっちでも、サラが決めていいよ。ダメ、あんたが決めなさい。自分のことは自分で決める。めんどくさいな。じゃあ参加で。はあ、まあいいわ。これで7名だけど、君たちはどうするつもりなのかしら。まあいろいろあるんだろうけど、深く考えなくてもいいんじゃない。一緒に青春の汗でも流していけばすぐ仲良くなれると思うんだけどな。そんなわけないでしょう。帝国には強固な身分制度があり、明らかな搾取の構造がある。その問題を解決しない限り帝国に未来はありません。そんなことは私に言われてもね。ならば話は早い。ユーシス・アルバレア、7組への参加を宣言する。あ、君のような大貴族の子息が。勝手に決めつけるな。アルバレア家からしてみれば、他の貴族も平民も同じようなもの。勘違いした取り巻きにまとわりつかれる心配もないし、かといって無用に吠える犬をそばに置いておく趣味もない。ならばここでたもとを分かつのは互いのためだと思うが、どうだ。誰が君のような傲岸不遜な輩のさ。マキアス・レーグニッツ、特化クラス7組に参加する。古ぼけた特権にしがみつく時代から取り残された貴族風情にどちらが上か思い知らず。面白い。はあ、先が思いやられるな。そうね、なんだか相当相性が悪いみたいだし。あ、そっちはそっちで大変だね。笑い事じゃないんだが。これで9名全員参加ってことね。それではこの場をもって特化クラス7組の発足を宣言する。この1年ビシバシしごいてあげるから楽しみにしてなさい。やれやれ、ま、これはいろいろと大変かもしれん。確かに。ですがこれも女神の巡り合わせというものでしょう。おお、ひょっとしたら彼らこそが動乱の足音が聞こえる帝国において。明日への衣を瞬き
あ、リーおはよう。学院に行くんでしょ。うん、そうだね。他のみんなは、そ、気配ってどうやって感じるんだろう。リーさんにエリオットさん、どうもおはようございます。おはよう。二人ともこれから登校？ええ、エマ。時間もないし行きましょう。ちょっとアリサさん、それじゃあ教室で。思ったよりも長引いちゃってるみたいだね。うん、あれが不可抗力だったのはかな。そんなに根にも、まあめげずに、ただでさえ別の問題でクラスがギスギス攻めて、君たちくらいは仲直りして。平民出身の生徒が住んでる第二学生寮か。僕たち本来だったらあそこに入ってたんだよね。まあ意外と学院までちょっと邪魔だ。どお、ふん、なん、所詮は寄せ集めの連中か。行くぞみんな。はあ、貴族クラスの人たちか。やっぱり緊張するな。そっちの建物は貴族生徒の第一学